こんにちは、久しぶりでした。どうも久しぶりです。ご無沙汰しました。ありがとうございます。いや、本当に会えて会えて嬉しいです。座りましょうか。はい。座りたかったんですよ。僕その頃広島でアマチュアバンドやってて、うん、で大学生だったんだけども、タイガースのショーを見に行って、それでそれの客席がもう女の子たちがもうすごかったわけ、うん、でそれはちょうどビートルズをキャーキャー言う感じと同じで、うん、その時にすごい焼き餅焼いたんですよ僕、あの、うん、沢田研二たちになんでとか思いながらよくアマチュアのバンドがプロを見るとなんで、うん、なんだったら俺たちの方がうまいっていう、こっちうまいあの感じが僕らにもあって、うん、それでしかも女の子たちがあまりに絶叫してキャーキャー言ってるのを見ると焼き餅もあって、あんな風になりたいなと、で実力的には俺たちの方がなれるはずだとか思って、うん、その後何年か経って渡辺プロダクションの門をくぐったりするんですよ僕たち。初めてでしょこんな話、うん、僕にとってのその何て言うんだろう、オーラの塊みたいな人がずっと長い間ずっと沢田研二であり続けてるんです。これは不思議なことで、僕もこんなに長い間一人の人を好きでいるのはないですね。ボブ・ディランか沢田研二、うん、外食できるんですか自分で。何でも OK ですよ。あ、そう。ボブなんかもうバス乗るし電車乗るし。え、電車乗るんですか。もうスイカ持ってるって言ったら、え、スイカなんか持ってるんですか。スイカなんかは知ってるんですか知ってますよ。でも知らないもんだから、うん、パスモもスイカも買っちゃって、沢田研二のスイカとかパスモがあるんですか。それもね、しかもね、僕3回ぐらい落としてるんですよ。でパスモに関してはね、うんうん、定期を1回買ったんですよ、うん、なんかあの舞台の稽古があるってんで、うん、こっちの方が得だろうって考えたら全然損してたんですけど、うんうん、でその辺は世間知らずなんですけどね、うん、でそれ落としたら名前書いてあるもんだから、うん、でまああのあの沢田研二とは思わなくても毎回届けられてくるわけ。え、帰ってくるわけ。帰ってくるわけですよ。いや僕スイカとか持ってるっていうのは不思議だね。それ世間のイメージは吉田拓郎がそっちやってて、沢田研二が僕みたいに、僕外食がダメだ、一人で店入れないわ、うん、ATM とかは使えないんですよ。ああ、もう全然平気ですよ。振り込みから何から何までしちゃう。沢田研二が振り込みしてるんですか。そうですよ。本当に信じらんないね。こういうの覚えてますかね。今このときめきが君の胸を貫いてしまいそうだ。タララタラデデ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 デ。今このときめきを君に伝えたい。富士からっていうの覚えてます。思い出した。思い出したでしょ。うん、富士から僕が、ね、映像で出てて 歌も歌ってるんだよね。そう、ああ富士フィルムの、富士フィルムの あれ確か僕が詩書いて曲作ったんです、70年の頃に。で沢さんが歌って、うん、富士フィルムの曲を女の頃いろいろやってたんですけども、沢田研二が歌ってくれるのっていうのが僕はもうすっごい嬉しくて。いやこれ今久しぶりで聞きました。うん、あのいや思い出しました、思い出しました。だから沢田研二さんね、曲を作ったことがあるっていうのが僕の、うん、自慢の。例えばタイガースの頃とかは、うん、全然客席がやっぱ聞いてない感じだったんですから。よく昔あのビートルズがよくそういうことを言ってて、うん、客席が何も聞いてないんだとか言ってる時代があったんだけど、うん、そういうもんですか、やっぱり聞いてない感じ。そうですよね、うん、だから吉田健が入ってきて、うん、でエキゾティクスっていう名前でやってた頃でも客席と喧嘩してたから、うん、あらで後でジュリーやっぱりあんまりまずいよってやっちゃうと、うん、俺たちがさしらけちゃうしさ演言始まってるわけよ、もんね、演奏していいもう止めていいもんだから、その演奏中の中もう しょうがないからもんってなんて言うんですか客席に。え、だから聞けって言うわけで、聞けって言った後にそんな聞くほどの歌なのかなって自分で突っ込んだりしながら聞けよって一生懸命言うわけよ、はあ、聞いてくれなきゃもっと下手になるぞとかみたいなことを脅かすわけ。脅かしてるんだ。脅かしてるんだ。僕
イメージ結構楽なイメージなんだけど、佐田さん結構大変そうだもんやっぱ、うん、特殊だ特殊だと思われることがもう嫌で、うん、普通でやりたい普通でやりたいと思うあまりに、はい、もうそれやめろと、うん、それあったんだ、もうついてくるんだ、うん、もうついてくるからその人まで「え、ないない」ってそっとしてくれたらね、うん、僕が歩いてても分からない人だっているんだって、うん、だからテレビ出て沢田研二だって言うから、うん、沢田研二だと思ってるけど、うん、そこら辺歩いてて「あれ誰?」ってもうそんなこと世の中の人は気にもしてないんだと思うのに「うん、わーわーわー」って言うから「うん、誰誰誰?」ってなると「えあれが沢田研二なの?うん」「ああ」みたいなことになるから、うん、それをやめろやめろ。うるさい歌手だね。うるさいんですよね。うるさい。だからそれはねずっと言い続けてるわけですよ。あ、今も時々。なるほど。それは僕沢田研二のマネージャーだったら耐えられない。うるさいもん結構。まあみんなそう言いますよね。あの友達なんかはね、うん、怒るなや別に不安なんやから、うん、不安やから怒ってんやとか。それが分かんないよ。赤の他人やったら怒らないみたいなね。ファンだから腹立てるっていうのすごいな。神の与えた毎日苦難ならば不公平すぎます。東日本に寡黙な人の声耳すませば復興を宴にするなと嘆く。切な未来決めてしまう問題。この国がいつか変わるため、今夜集まろう。ああ静かに熱い覚悟。
deep, deep love 忘れられないさ一縷の望みは捨ててない帰らぬ君を理解すればどんな形ででも生きてて欲しいけど白状になんてならない明日も思い出してる続けて君と生きてゆくザ・タイガースのオールナイトニッポンゴールド、私たちザ・タイガースは京都出身でございましてですね、うんうん、そもそもは僕を除く皆さんが学校なんかが同じなんですよね学校の友達っていうのか小学校で僕と P が一緒で中学で中学は P と僕が同級生で僕は別のクラス同じ学校で勝美は高校で P と僕が一緒だった山城そうね、そこでそれぞれ知り合ったんだねそうなんだねまあでも不思議な出会い。太郎は全然僕は知らなかったけどね。僕もサイリーのこと知らなかったよ。女子とか。だから、太郎と岸辺が、を、一緒に会ったのは僕がいたから。そうそう、P がいて。だから太郎とはもうね、以前から。共通の友人だったってことだね、P がね。そうそうそう。その時はもう沢田のあそこに行ってた、僕ら。その日から。出てる時に。大田日から行ったよ。あ、そう。あそこに。で、ということは、その時に僕は、カロマチ松原の田園というところで、もう歌ってたんですよ。もう歌ってたよな。と思うよ。あの時は歌ってないか、まだ。モンキーダンスを踊ってたの。時々、空いてる日にはね、一回だけ歌わせてもらってたね。そこに僕らが行ってたよね。そう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 。で、後からその勝美も入れて。P が連れてた。そうそうそう。P が、やっぱり、全員をこう結びつけてるってことだね。そういうことすみませんね。キューピット。愛のキューピットじゃないんだから。そうなんだ。愛のキューピットの P なの？ならいいじゃないですか。いいかね、それは。そこから始まったんだね。そう。Walking on, baby. Walking on. All your dreams make me crazy.
は、公演が終わってからの幹事として今日は何を食べるか何を飲むか2軒目はどこに行くかそれを専門に担当しております澤田幹事でございます。
ょっとめまいしてるね。Yeah, yeah.